福本豊の名言がやばい。国民栄誉賞を断った理由。あんなもんものたらタチションでけへんようになる。これは世界の盗塁王福本の言葉で、現在は解説者として数々の名言を生み出しているその一部をご紹介する。盗塁のコツを聞かれ、まず塁に出ることやね。今のホームランの解説をお願いしますと言われ、シュ、カキーン、リュウ、ゼロが並んだまま延長に入ったスコアボードを見て、たこ焼きみたいやね。その後この試合で1点が入り、たこ焼きに爪楊枝がついたな。オマリーは移籍してどこが変わりましたかと聞かれ、ユニフォームやね。あ、デッドボール。この場面では当てた方が痛いですねと言われ、いや当たった方が痛いよ。1点当てたのか。大きく振り遅れた空振りを見て、着払いやね。大きい、入るか入るか。フェンス際失速、あと一押し、何が足りなかったのでしょうかと聞かれ、距離ちゃう、試合展開が遅いですねと実況に言われ、はよしたらええねん、この選手は夏場になるとバテるんですかと言われ、寝とったらええねん、適当に言っているようだが、至って本気なのだ。